私、どうですか。美味しいです。美味しい。まあ、これ食べて今日も飲みます。メンタル的なところもね、もちろん頑張ってます。で、そこの頑張りは非常に大事です。あとは、そのことをね、乗り越えるために、楽しくやるのは構わないんで、全然別に音楽が流れてようが、短パンになろうが、鉢巻き巻いた走ろうが、何をしても構わない。距離とタイムをきちんと守ってくれれば、どんなにふざけて走っても構わない。はい、じゃあ、いけるかな。はい、はい、アップからね。はい、ゆっくり行くよ。はい、後ろ。点どうだった？ちょっとこれから走ろうかなと思いました。この人すごいですよ。一瞬どうだった？しんどい。こっからでしょ。しんどい。傭兵が多分一番しんどい。同じみんな。食べる寝る笑う、あとはちょっと風呂入ってゆっくりする、ストレッチポールぐらいもいいかもしれないかな。ちょっとバランス、走ってる時にちょっと偏ってる人もいたかな。それを戻す、元に戻すぐらい、それぐらいが非常に大事です。はい、じゃあまた午後に。はい、終わります。はい、でもあ、これでもらってもらって早くさ、早いよ。おはようございます。行きますよ。
話になる。いや、一回じゃ聞いてみましょう。でもいいです。でもいい。それがわけわかんないね。そんなことあるの。でもに。筋肉作りとかあのカロリー計算的なもんもある程度しつつ、やっぱりこの肉系と鶏系と主にあのメイン料理で作っております。まあ、あの鶏はこう筋肉ができるということで、まあ皆さん結構召し上がるみたいで、やっぱりそういうやったそういう言うたらあのこの料理のメニュー内容をちょっとこう工夫して作っております。お昼ご飯について一言もらっていいですか。美味しい。俊太さん一言いいですか。美味しいです。うまいですか。合います。あっちゃ一般練習どう。全部逆算したらめちゃくちゃです。お腹すく。でも無理やり入れてる。お腹もすかない。食べないと。午後も頑張ってね。怪人が入ります。で、日差しないまだあの本当に 100% じゃないと思うけど、あのちょっと手番でただやっていかないとなるけど、お互いね、お互い手の方。はい、はい、こう。ヨネさん、人参いいっすか。人参いらないの。人参いらないの。人参さっき食べたからいいの。さっき食べたよ。ご飯美味しいですか。ブロッコリー持ってたんで。うまみちゃん、なんか食のこだわりあるんですよ。食のこだわり。夜ご飯の時は米を食べてる。サラダを多く食べる。ですかね。新潟医療福祉大学から来ました松本優馬です。よろしくお願いします。